ははい、えー、皆さんこんこにちは岐阜柳瀬商店街振興組合連合連会のみぞです、えー、私はですね柳瀬商店街の本通りの1丁目入り口にあたるところでオーダースーツのお店をまず経営させていただいております、えー、商店街全体では青年部若いメンバーを集めて青年部を作りまして、まあ、そちらの方の青年部長を務めさせてもらいながら、えー、柳瀬全体では事業委員長の役職を拝命しておりまして、まあ、商店街全体でどういう事業をやっていくのかどうやって にぎわいを取り戻していくのかといったところをテーマに活動させてもらっております私の方からはですね商店街がどういうことをやってるのかという部分について若い青年部のメンバー中心の動きと柳瀬商店街全体についてお話をさせてもらいたいと思っています まずですね青年部、えー、2年前からですね、まあ、コ,ロコロナと立ち上がりが同時期になってしまったのでまだ大きい動きとしてはできておりませんが柳瀬およびこの周辺中心部でお店を経営されている45歳以下のメンバーを中心にですね青年部というものを作りましたそちらのメンバーで今だいま体20名弱ぐらいいるんですけれど日頃ですね、まあ、互いにまず互いのことをよく知ろうという形で懇親会だったりとか最近は朝活をし1一回みんなで話しながら情報交換をしたりとかですね あとは新しく商店街に入ってきた若いメンバー,、えーこの人が商店街に馴染めるように一緒に交流を図っていて、まあ、お互いのお店を行き来したりといったようにですね若いコミュニティを作っておりますでそれだけで終わるのではなくてですねせっかく若いメンバーが集っているんだからという形で今来年度柳瀬商店街の公式 YouTube を作ってですね、まあ、商店街の自社メディアを持とうという形で今その動画というのを撮って自分たちで編集をしているところです まあ来年度になりましたらですね、またこれも全体に対して発信していきたいと思いますんで、よかったら皆さん、チャンネル登録をしていただければと思います。そしてですね、流暢連、柳瀬商店街全体の動きについても話をしたいと思います。皆さんご存知の通り、今、柳瀬商店街においてはですね、非常にマンション、新しいマンションがたくさん建っておりまして、今、最後の大きい高島屋南、こちらのところの新開発、グラッスルがですね、えー、と今、着実に大きくなってきております。 まあこうした人口が増えるといったようなところを商店街としてどう捉えていくのかもう一つ考えなければいけないのが、まあ、これまで商店街というのはですねとにかくイベントをやって、まあ、逃,げが逃げやかしをして目立ってで人に来てもらって出店者を増やしてということを考えてきましたがやはりこのコロナになってからそうしたイベントというのはなかなか打てなくなってしまいましたじゃあその中で商店街活動をどうやっていくのかという部分で、まあ、まだ形はいろいろ正直模索をしている最中であります。 ただ、やっぱりその中でもですね、まあ、イベントに頼らず、日常的にお客様がたくさんこの町に来てくれるような仕組みを考えていかなければいけない、えー、そんな風に思っております。ですので、まあ、先ほど青年部の動きで、ね、若いメンバーが商店街を自社メディアとして YouTube で発信をしていく、まあ、こんなような動きもありますし、イベントで一日ドカンと人に来てもらうというだけではなくてですね、 まあ、あるいはあの作品の発表会であったりとかコンテスト形式のもので、まあ、あの商店街に来てもらう期間を1日に凝縮するんじゃなくってこれを1ヶ月間、ね、作品を展示したりしたり,を、えー、し,たりしてですねあの商店街に長いスパンで皆さんに来て足を運んでもらうといったような展開なんかも来年度は考えていきたいというふうに思ってておりますす実際ですねあのコロナにになってからこのの商店街への出店相談、えー、逆に増えております。 でこれまでは新しく事業を始めるといった方の相談が非常に多かったんですけれどコロナになってからちょっと風潮が変わってですねこれまで他のエリアで事業をやっていた方がこのコロナをきっかけに中心部で事業をやりたいという形でかつ多くくのおお店様が入ってくれてれりますこれはこれまでいなかった動きだと思っておりますしこれから人口が増えていく。 あるいはコロナを踏まえた上でどうやって新しい商店街の形を模索するのかここら辺をですねうまく混ぜながら新しい商店街の形若いメンバー中心にねやっていきながら盛り上げていきたいなというふうに思っておりますそしてですね私自身柳瀬で活動しておりますけれどここから考えなければいけないと思ってますのがいかに中心地全体こちらの回遊性を高めていくのかという部分を本当に今後力を入れなければいけないなというふうに思っております例えば 今柳瀬商店街の南に位置すする小金公園をですね芝生化していたりとかですねこれまでまあ駅前の地区と柳ヶ瀬商店近いようで分断されてたところがですねそこの接着ポイントとなるようなところのエリア開発が進んでいたりもしますしあるいはこうこの中で観光客が減ってしまっているとはいえですねやはり岐阜には歴史のある。 河原町周辺であったりとか岐阜町中心といったようなエリアもございますのでそこが今個別に分断されてしまっているところをいかにしてつなぎ合わせていくのか商店街は商店街で頑張るのはもちろんと思うんですけれどこれをこのエリアこの岐阜市の中心地全体として捉えていくというのも多分今後の大きなテーマになると思って考えていきたいと思っておりますあとはですね弊社がオーダースーツという形で服飾の仕事をやらさせてもらっています やっぱり岐阜はですね、まあ、少し昔と比べて勢いがなくなったとはいえ繊維で栄えてきた町、まあ、今でもですね、まあ、大きい規模の会社さん繊維産業も一つの一角を岐阜の経済においては担っていると思っていますじゃあその中でなかなか最近アパレル関係復職関係で目立つあるいは何かいい話が少なかったかもしれないんですけれど私ここ2年間ですね商店街で柳ヶ谷ハンドメイドコンテストというものをですねうちの町内でやらさせてもらっておりますこれが結構新しい発見でしたこれはですね 趣味でハンドドメイド自分の家で子供服を縫ってますとかですね、まあ、もちろん学生さんもいるんですけれど縫うのが趣味という人たちに向けてコンテストを実施したんですね作品を応募かけて大体1ヶ月ぐらいかけて作品を応募したんですけれど科学徒であったりトップスであったりとかそれを応募したところですね、まあ、去年も一昨年しも50作品も集まってですね非常にこのもちろん岐阜市界隈もそうなんですけれど名古屋あるいは東京からも 今回は応募があったりという形でですね結構やっぱりこの岐阜市というのの復職を趣味にしている人という部分のニーズは非常に強いなというのを感じています。これまで服飾関係というと自分たちからすごいブランドを作ってそれを発表していってすごいきらびやかな世界というのも多かったと思うんですけれど私思いますのがやっぱり自宅で縫いたいっていう人も一定数多くいますけれどそういう人たちの披露する場がなかったこれまで。なんかそれをこの中心地である柳瀬商店街昔は見せる方のファッションで栄えた街だと思うんですけれど。 今度はですね、自分たちから作ったものを発信するといったような違う切り口のファッションでまたにぎわっていくのも面白いんじゃないのかなというふうに思っています。せっかく繊維の町ではありますんで繊維と、ね、柳ヶ瀬商店街中心部というのもですね中心市街地のを混ぜながらうまくやっていくような展開も考えていきたいなというふうに思っています。